皆さんはあれですよね。マイケル・ジャクソン、マドンナは知ってますよね。ね、今のマドンナの曲聞かせていただいたんですけど、聞いていただいたんですけど、これは僕のマドンナの好きな曲なんですけど、ライブ・トゥ・テルって曲なんですね。80年代です。僕たちとか君たちのお父さんたちが恋愛をしてた頃です。ちょっとずれがあるけど。だけども、いいですか？これから話すことは、非常に危険なことです。皆さんはですね、オナニーの仕方ってどうしてますか？オナキンの話が重要なんですけれども、オナニーの仕方で、非常にですね、自分自身のコンディションとか、あとそのやり方とか、あとオナキンのしやすさを、作る過程を作ることができると思うんですよ。何を言ってるかというと、実は僕ですね、オナキンしやすい体質でもありますし、オナキンしやすいチンポコでもあるんです。はい。で、もともと僕は金玉小さいんですね。メジャーで測ったんです、最近ね。左肩玉が、爆笑問題の田中さんじゃないですけど、肩玉が2.5センチ。で、片方の玉が2センチ。もうネットでググったんですけど、これは非常に普通の男性よりはちょっと小さいぐらいだそうです。でも正常だそうです。普通の男性は3、4センチが普通だそうですね。ちょっと僕からしたらでかいなと思うんですけど。で、僕のオナニーの仕方っていうのは、まず、一番気持ちいいのが、パンツも全部脱いですっぽんぽんになることです。靴下も履いてたらダメで。女性が靴下履きながらセックスしたりするのあるじゃないですか。あれ非常に僕は、不快で、外国の女性なんかって、よく靴を履いたままセックスしたりするんですよ。その靴だけでも履いてたら僕アウトなんですよ。全部脱いでないと。で、最後にパンツを脱がすみたいな。そんなこと。これは危険ですね。18禁の話なんですけど。18禁カレーなんてありますけど、あれ辛すぎですよね。僕食べたことないけどね。あと18禁チョコレート。ヒカキンさんが食べててね。なんじゃこりゃって言ってましたね。僕も Amazon で買ってみようかなと思ったんですけど、デスソース柿の種でもうやめちゃいました。そんな話はしてないんですね、今ね。で、あっちは扉。ドラえもんが出てきたさっき。僕ドラえもんなんですよね。この扉を閉めますよ。はい、閉めました。はい。はい、開けました。はい、オープン。オープンザドア。なんつってね。オープンザドア。んで、ごめんなさいね。ふざけちゃってね。僕ふざけるの好きなんですよ。ね、こういうテレビなんか映ってたね、僕。聞こえる？俺テレビに映ってるから。わあ、俺も子供の頃こういうのが夢だったんですよ。ビーストーズセカンド見ながらね、俺もいつかこのテレビの中に入ってやると思ってね。一緒にコンボイたちと戦ってる、ライオコンボイ総司令官なんて、ね、戦ってやるなんて、ふざけと言ってやれこの野郎なんですね。たけしが出てきちゃって。レオン・ F・ ケネディも出ちゃって、来てるしね。バイオハザードで、タイランとね、エイダが助けに来てね。レオン大丈夫なんつってね。俺ダメ、もうチンポコ行かれてるなんつってね。で、そのままね、ゾンビに食われちゃったりして。朝はちょっとね、頭おかしいですね。朝、今は10時なんだよね、朝の。仕事から帰ってきたばっかだから。それ関係ないでしょうね。そんなの関係ねえなんつって、小島さんも最近テレビ出ないです。あと、ハードゲイ、フォーって、ハード、あ、どこ行っちゃったんですけど、ハードゲイ、フォーとかっつって、ね、あと、ゲッツ、あとはなんで、ヒロシです。あとなんだっけ、ドンマイケ？あとなんだっけ、間違いない。なんでだろうは最近ちょっとだけで。てか一番消えたのラッスンこれだよね。普通に。まあいいけどさ、僕もいつか消えることでしょうね。ね、この YouTube。ということで、今回はですね、僕は全裸でやるの。事前裸で乳首をいじりながら、こういうふうにね、で、床でやるんですけど、普段は。この床が冬は寒いんですよ、もう10月から。で、これ背中つけると、冷たってなるんで、仰向けに全裸でこう乳首いじるんですけど。で、動画はちゃんと女の人の裸とか、あと唇フェチなんで、唇とか。見せてあげたいですけど、僕このスマホ使ってるんで見せられないよ。iPad とかもう一つのでっかいのがあればね、できるんだけど。まあそんなのはいいですけど。あとは、
で、皆さん、床裏とかね、小学校のね、高学年から知った人は、おなきにしやすいんじゃないでしょうか。もう、チンコが筋肉になっちゃってるんで、もうだから床に擦りつけてるから、もうそれで鍛えられちゃってる。だから、もう小学校6年生からもう、鉄あれを毎日200回ぐらいやってるようなもんだよ。そう。床に、チンポコ、小学校5年生、もう17年間ですよ。2000年から擦りつけてるから、もうチンポコは筋肉で、筋肉になっちゃってるんですね。うん。だから、方形プラス筋肉で、最強ですよね。うん、最強メドレー。うん、だから、オナキンしやすくなっちゃったんですね、僕の場合っていうのは。もう2000年からオナ、床オナずっとしたから。うん、学校のランドセル置いたら、もう床の絨毯のところにこすりつけてたから。あと、フローオナってのもやったことあるんだよね。当時ね、イカの貝殻とかね、もう化石みたいなのが埋めてあって、ゴツゴツした床だったんですよ、お風呂場の床って。そこで、2004年の、塾に帰ってきて11時ぐらい夜の、やってみたら、あ、意外とできるの、風呂でもって思って、風呂オーナーがそっから誕生したんです。で、僕一応最優秀賞みたいなのもらったんですよ、2004年にね。オーナー金協会から。床オーナーと風呂オーナーと布団オーナーを同時達成っていうね。で、あと2005年には、新人賞いただきました。はい、ね、布団オーナーはダメ、カピカピになるから。布団に出しちゃうんだから、自分専用の布団もね、用意してしなくちゃだから。で、3枚布団をカピカピにして、クリーンセンターで持ってっちゃったんで、ワーストできないでしょうっていう賞をもらっちゃったんですよね。うん、で、すんごい怒られましたね、あの時はね。協会の理事長から。3枚も布団をカピカピにして、お前は何回ホームセンターに行くんだって言われてね。何回でも行きますよって言ったら、じゃあ島村でも行ってこいって言って、島村の布団ってあるから大丈夫行ってこいって言われて、じゃあ行ってくるねって塾帰りに見て、ポケットモンスターの塾帰りみたいな、こうやってね、行きましたけど。ポケットモンスターに金銀では塾帰りってね、塾帰りが現れたなんてね、僕塾帰りね、一回憧れたことがあって、ちょっとね、細かいんですけど、覚えてる方は塾帰りって覚えてますか？で、皆さんはどういうふうにやってるのか、まあ、別に興味はないけど、どういうふうにやってるって、それは人それぞれ、自分はこうやってるよとかね、あるじゃないですか。普通はこう、沈黙を持ってこうじゃないですか。僕は25歳ぐらいまでこれできなかったですからね。うん、手で手こきは、うん。いつも床女でしたから、うん。で、赤いトイレットペーパーで、ね、処理してましたけど、まあそれはね、ちょっとね、うん、で、オナニーした後トイレに入って小便するときは何何出づらさっていうやつ。うん、あれは嫌だったね。今でもあるけど。うん、あと何だろうな。一回2008年の新入社員で旅行があったんですよ。群馬県の伊香保温泉行ったときに。宴会でほら、上司の方とかって、コンパニオンをみんな呼んだんですよ。その時に、隣に巨乳の、ね、本当にお姉さんって人が僕についてくれて、で、僕の背中をね、パーンと叩いたわけですよ、思いっきりね。で、それなんか刺激受けちゃって、で、その夜、みんなで4人で一つの部屋に泊まるじゃないですか。その時に、僕は こっそり寝ながらね、こう布団に隠れながら、こう潜れながら、コンパニオンのお姉さんを思い出して、一人、しちゃったんですよ。で、みんなは先輩とか寝てても、三人は。で、気づかれないうちにしちゃったんで、旅館でもしちゃったことあって。で、やっぱりね、僕的に群馬県の女性っていうのは結構、かかあ天下って言われてて魅力的だと思います。また群馬って名前がいいですよね。群れるに馬って書けるじゃないですか。ね、馬が群れる。なんかね、エロい。ごめんなさい。もう群馬好きなんですよ。群馬は本当に魅力のある、市ですよね。航空は気持ちいいし。群馬館、船頭気分館なんて大泉さんがね、俳句作ってましたけど。ね、群馬館。揚げまんじゅう美味しいですよね、群馬はね。揚げまんじゅう。あれ結構ね、好き嫌いあるんですよね。うん。あと、ナスジュって
ナスのお弁当みたいな。中学の時もよくね、廊下とかクラスの中で、よくね、そういう、お前昨日抜いたべとかね、お前何やお前、もうあの子のこと好きなんだろうとかね、何お前、何勃起してるんとかさ、そういう話じゃあるじゃないですか、中学の時って。そういうふざけたね、音楽の授業の前とか、廊下にこう、みんなで立ってた、立ち話みたいな話。今日、ワンナイロックノール見たとかさ、あとトリビアの泉どうだったとかさ、録画したとかさ、もう、俺、塾だから関係ないわけよ。でも一応、ワンナイロックノールは10時ぐらいから、ゴリとかでやったやつは録画してたわけ、2002年ね。うん、だから僕は、今思うと、ブロードキャスター、福留さんのブロードキャスター録画しておけばよかったなって後悔してます。うん、僕今、ああいうニュース番組は結構好きなんですよ。うん、だからニュースセブンデイズをいつも見て、今、安住さんとたけしさんがやってるやつ見てる。いろいろありますよね、人生生きてればね。まあ女性の女に言って大体わかりますよ。ポスターが貼ってあって、男だったら AKB みたいだけど、僕は AKB 嫌いだけど、女だったら嵐のポスターとかね、貼ってて、それでその人に抱かれている自分を想像してするらしいですよ。うん、ちょっと考えられないよね、男だったらね。僕は足フェチなんですよね、結構ね。足にこう筋が入ってる女性が好きでさ、筋肉みたい。そう。筋肉質な女性ですね。アスリートなんか、ね。例えば福島千里選手なんかすごい好きですね。あとは、陸上の、あとはなんだっけ、アスリートで言ったら、今は女子バレーですかね、やっぱね。女子バレーなんか好きですね。うん、女子バレーなんか好きですね。黒子愛さんとか好きですね。若いけどね。うん、あとは女性アスリートだって誰がいましたっけ、本田マリンちゃんとかね。ちょっとロリコになっちゃうよ。なんでロリコに。しかも今日、関西の人か、他の方は。